僕本当に今ね <laughs> 若くてねなんか分野で趣味的なことで成功するとしたらね絶対乗馬やる絶対乗馬やる乗馬ってとんでもない富裕層につながるから女性若い女性が7割ですねで男性の3割だいたい40代後半ですねだ若い子でイケメンかどうかは別にしてあの教えるとすごい面白いんですよな<る>あ,あそうかここに負けたったとか思ったりとかして<ー>富裕層根こそぎいけるっていうビジネス